何ちゃったっけ？2024年の、はい。6月24日かな、今日。24日月曜日？合ってる？はい。合ってますよ。合ってる？ということです。おはようございます。おはようございます。ちょっと待って、中んぽ飲んでから始めよう。その間、愛ちゃんなんか繋いどいて。つないどく。うん。漢方飲もう。僕も最近 AI ばっかり勉強してて、なんとも。なんともでなんですけど。最近 AI を勉強しまくっているので。2が、もうあと1週間分ぐらいかな。シェディング用の、いいっすね。芸能注射のシェディング用の漢方。はまい。だ注射って言わなあかんねんな。そ消されねえな、これ。うですね。ほんましつこいな、あいつら。そうですね。ああ、そんなよ感じし。で。はい、今日も行きましょう。はい、よろしくお願いします。はい。愛ちゃんからなんか愛ちゃん、なんだ、その後ろの変な女の子。ああ、僕のキャラクターです。何やそれ。見てる人多分思ってると思う。それ何や。じゃあ変えとこうかな。じゃあ、お普通に。前それふざけてんのかって。ちょっとふざけてます。なんか、お前お花畑かって。お前お花畑じゃないんですけど、なんか まあ僕仕の事やからな、愛ちゃんな。キャラクター化して、愛ちゃんが頑作っ張る。たキャラクター、まああれやな。ある意味、俺らがワンちゃん飼ってるようなもんやな。まあ AI のキャラクターを作って、なんかやりたいなと、今いろいろ と。まあ、いろいろと面白いことやってますなと。はい、やってますよ。ではもい。AI なんでね。でも AI になんか。今日が6月24日で、7月4日が、イギリスが、UK が選挙ですと。ね。で、あのスナクか。まあ、俺の読みじゃ間違いなく落とされるぞ、あれ。そうですか。あいつも落とされると。元さんですな。か。で、イギリスはこれで、なんちゅうかな、新保守党っていうかな、ちょっとまあ、右寄り、保守ですみたいな、もうまあ、アメリカファーストみたいなやつで、そのトランプの言う、あれが出てくると。で、フランスのマクロンは負けたと。負けた。で、ドイツのショルツも負けたと。で、あとはだから、イタリアか。メローニさんはちょっと人気あるんですよね、あの人はやっぱな。ちょっと右寄り保守系の人なんで、ただまあ、外務大臣とか、なんじゃらかんじゃらひっくるめて、首脳というかな、大臣クラスは全部総スカン国民にからってると。75%ぐらいがもういらんと。メローニさん以外な。まあだから、イタリアもちょっとこう右寄り、保守系、新保守ですわな、流れになったと。ですわな。で、あとは、なんだ、結局はもうメインイベントのアメリカが、これがまあ一応トランプですということになんねんけども、まあこれ最後のあがきで、今まあ第3次世界大戦やるぞと、頑張ってるわけですわな。これやっぱ戦争になると、選挙中止ってできるわけですからな。バイデン続投やと、そのまま行けと。やろうとしてんのよ、一生懸命。だから、あと6ヶ月か、11月まで。これまでの間に何が何でも第3次世界大戦やるんやと。ね。これがプラン A ですわ。なあ。だから、ロシアに一生懸命なんかロケットってちょっかい出してるわけですよな、ロシア国内に。で、プーちゃん我慢してると、プーちゃんがな。で、それかもしくはプラン B？ この戦争できない、第3次世界大戦が起きないと。無理やったとなると、また疫病？なんか巻くと。ほんで非常事態やと。選挙無理やと。いうふうにしたいわけですわな。もしくはアメリカ内戦でぐちゃぐちゃにすると。で、選挙できません。なんでもええんですよ。選挙さえできへんかったらええわけですからな。だからアメリカ、じゃあトランプ刑務所に連れて行ってみたりとかいろんなことやってんねんけど、国民はますます盛り上がると。そういうことでございます。だから、要は新保守。要はアメリカファーストみたいなやつですわな。まあ、自分のところの国のことは自分でやるんやと。横につながっていくっていう形にも世界がざーっと一気に傾き出したと。まあ日本はだから最初いつも言ってるように2週ぐらい遅れて最終ランナーですから みたいな。だからこの秋に岸田が吹っ飛んで、なんていうかな、無所属の人がわーっていっぱい出てきて、まあ2年ほどかけてこう徐々に徐々に、新しい、なんていうかな、日本の姿はどうしましょうみたいな。イギリス、アメリカはおらんようになったけどどうしようかみたいなな。になっていくという形ですわな。だから日本が最後と。
はい、そんな感じですよ。だから、いや、もう見えてきたやろ。思いっきり、これ今見てきたうん。かな。もうここへ来てやっとやな。やっことですの春ね。から変わり夏、ますね。特はい。にこの6月はもう思いっきり見える。大変化みたいなね。そうでかもも。日本のメディアは、まはい。だ支持率あるんやと、岸田の。うん。言ってんのね、新聞で今日もな。はい。まあ、アホか、みたいな話やろ。確かに。で、この間、あれ、北朝鮮行ったでしょ？うん。プーチンがな。で、あと、ハノイ、ベトナムハノイ行ったよね。うん。で、だから、これで、ベトナムも、ブリックスへ加盟申請ですと。な、まあ、経済的な協力であったりとか、まあ、あと、まあ、そのエネルギーとか、原子力開発なんかのこの協力、経済的な協力体制っていうのをこう確立したわけですわな。でね、ただね、ちょっとやっぱロシア、プーチンの話してることを見てると、やっぱ狙いがあってな。北朝鮮、ベトナムに対してもな。マレーシアの話も後からするけど、この間俺言ったけど、あそこ、ロシアも人手不足が甚だしいんですよ、今。金はうなるほどあんねんけど、人手不足なんやと。でね、まあこれ当然ウクライナとやったからな、だいぶやっぱり、へ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 、若、あの、若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 者兵に取られてるから、やっぱりな、そっち頑張ってるからな、やっぱりちょっといろんな意味で生産から何から、まあ、防衛産業なんかはすごいけどな、それでもやっぱり一般的なその経済的なレベルで言うと人手不足。これをね、やっぱ北朝鮮とかそのベトナムなんかに補ってもらおうと、いう狙いはありますよ。なるほど、だからそういう意味での経済協力っていうかな、民間交流っていうか、そういうのを積極にやっていこうっていう感じちゃうかな。で、そのこの間、先週、北朝鮮行き、ハノイ行き、ベトナム行き、ロシアと北朝まあ、鮮、その後すぐよ、今度、ブリックスに、加盟申請しますって言ったのが、またでかいよ。ほな、マレーシア この間、まず最初、タイ王国やったから、タイからトルコ、トルで、コ、次、ベトナム、で、今回、マレーシア、コロンビア、コロンビア、パキスタンと、これみんなブリックス行くんよ、これブリックス、どんどんブリック行かれるという、で。もうな、そういう状況ですね。そう。だから、マレーシアの、首相も言っとったけど、今までというか、昔は、西側になびいてないと、制裁食らうんやと。よう分かりやすいだ、いじめられるんやと。ね。でももう今は違うって言ってるわけですよ。だからブリックスの仲間になるんやと。でね、これ言った意味は、だから俺がこの間、ほら、キムちゃんとプーちゃんのこれで勝利宣言ですって言ったでしょ。言いましたもうね。その力がないんですよ、制裁科す。敗戦なんですよ。もう負けてしもてるんですよ。だから、もう、くびきが取れたってことですわ。もうお前らの言うことを聞く必要ないやん、G7 と。ウォール街と。な、イギリス王室よと。もうお前らの言うことを聞く必要はないと。俺らは俺らでやっていくんですと。だから、まあ、本当資源をもと、ね、天然資源を豊富に持った国々が、みんなブリックス行くと。だから、どうやったって当面の間は、新しい経済秩序というか、新通貨体制というか、そういうものは、ゴールドとか、コモディティとか、まあ、原油ひっくるめて、天然資源がバックになるんですよ。だから、もう本当、ゴールドが、まあ、60%か半分ぐらい、金本位制、あとはコモディティバスケット入れる。銀とか、なんとか、シルバーとか、まあ、レアメタルでも何でもええし、穀物、原油、そういうものをバックにした、ブリックス拡大諸国と。これも勝負ありやん。資源のない G7 と。そうですね。資源がある方が勝負がありますよ、それは。ほんじまあゃ。だから日本の場合は最終的には日本になんねんけど、日本の場合は何が資源かって言ったら最後は人が資源ですと。そう日本の場合は人が人的資源。まあ今日のテーマ、あいちゃんなんか昨日送ってきとったけど、最後はそういう話につながっていく。人ですよ。やっぱり人材ですよ。やっぱり一そう、番。世界一優秀な民族、日本人と。やっぱりこれが最後。人が大事ですよ。でも、そこへ行くまでまだ15年ぐらいかかるんですよ。だから改心しましょうっていうこの動画なんですよ。全部俺の言ったこと結びつくわけよな。結局最終的は人と人の同心につながるから、あとは人とのあり方だったりとか、コミュニケーションのところなんだろうなっていうのはすごく感じますね。まあ、それとあと、まあ、日本の場合は、この間からやってる、その農林中金とかな。
まあ、あれも破綻するからな、見とってみ。ね。あれも破綻や。ある意味大銀行やからな、あれ。うん。まあ、大銀行と大金融機関？はい。だから、なあ、日本のその、何？そはい。の、日本のその、農業とか、その、酪農みたいなやつとか、そこをおろそかにして、変な年金金集めてアメリカに持って行ってるから、あんなことなんだよ。あ、10兆円ぐらい穴開けてるからな、あれ。破綻するぞ。ということは、バタ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 行くんですよ、連鎖で。もうな、もう終わりよ、これ。完全にアメリカ国債は。という、もう明らかにみんなが見えて、はあ、嘘だったのね、と。嘘になってかなっていう状態ですだからね。ちょっとまあこれ毎回のお話なんやけど、ゴールはい。ド、シルバーは、行くぞ、これ、まだまこれはだ。もう我々どんどん行くということですね。2年ぐらいかけてすっ飛ぶぞ、これ。俺の読み通り、シルバー1グラム600円っていうのはまんざらでもなくなってくるからな、これ。ぐわーって上がってくるからね、今回、これ。それ誰の目にも明らかなんですよ。有限ですから、天然資源は。ないのだからよ。結局、宣言資源が一方的になってくると、どんどんなくなるっていそう、れはそうよ、ないもん。ものなので。ね。ユーロドルは擦れるわけですわ。これに、いや、こっからまた気づく人が出てくるんですよ。これはひょっとしてただの神みたいな。やられたなと。はよ、コールドに変えとけと。ダーッと来るよ、これから。なだれを打ってくるというような話になってくると思います。世界のニュースは以上でございます。もう明らかですわな、これな。まだ当分の間な、世界大戦やるぞとか、わけのわからんことやってるけど、もう無視でええと思うぞ、本当。もう負け負け。完全にイギリスの負けです。なるほどね。質問ございますか？質問ですね。質問は、まあ、負けて、この、まあ、抽象度高い質問になっちゃうからな。これやったって、お前、全然でもっと調べろよって言われそうだ。質問になっちゃうんでやめいいとよ、く。別に。本当ですか？あっちは優しいから。本当ですか？いや、結局、この後のね、この後ってどういうふうに予想してますかっていう、ありきたりな質問になっちゃうんですけど。だから今言った感じですよ。要は、今まで信じ続けてきたもの。で、これに捕まってたら安泰ですとか、そういうものがガタ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 こう音立てて崩れていくとか溶けていく状態になるんでね。だからもう改心せざるを得んよな。まあ、それはまあ、当然とは当然なんだけどね、やっぱりね。だから、もうその、なんていうかな、人を羽交い締めにして、統制かけるなんて無理よ。だから上と下がなくなるんですよ。ピラミッド構造がなくなるって分かりやすいですよ。みんな横みたいな。全員底辺みたいな確かに。だから、平等みたいなね。どういうそ状れ況？だけの話よ。ほんでやるべき、もうこれ、俺、この動画ではもう多分50回ぐらいは言ってる。横の連携ですよ。魂の連携ですわな。楽しかったですよね。そうです。すごい分かる。今日のテーマ行きましょうか、そしたら。今日の、テーマは最近ですね、富裕層っていうシリーズがすごく。富裕層シリーズがなんかみんな、なんかな、見る人多いからええよな。みんな富裕層になりたいけど、富裕層に憧れてはいるけど、なかなかなれないって人、そうは非常に多いなっていうのは思っていて、そのために何かした、まあなんだろう、どうでもいいことを気にしてしまうっていうことが多いと思うんですけど、今日はその富裕層の条件の中で、そのネットワーキングのところにある人脈のところの話をですね、していきたいと思うんですけど、まあそもそもですよ。そもそも、まあ富裕層は特にそうなんですけど、まず富裕層ってお金をなかなかみんな使わないといや、う。そんなことないよ。あ、座ってます？だから前な、もう、10回ぐらい前の動画で言ったけど、消費しな、なんていうかな、浪費はしないってことですよ。浪費はしないけど、投資はするってことですよね。そう、人々とか世の中の役に立つとか、会社の発展のためとか、人の発展のため、ここへのその投資、資金投下、それはもう惜しまなくやると。やる感じですよね。そう。ただ、自分の贅沢のための浪費はしないと。そうですよね。いうだけの話ですよ。お前も寝かってるやんけど、言われそうやけ自ど。分のことじゃなくて、相手のためにやるってことですよね。まあ、相手とか世の中とかな。まあ、そこで、よく、相手のためには使うっていう中で、使う人も限定されるわけじゃないですか。で、その中に、やっぱり富裕層の中でも、
誰と付き合うのかとか、こういうやつは絶対付き合わないとかってあると思うんですよ、まっちゃんの中でもね。で、まあそういう部分で、そのまっちゃん流の、こういうタイプとは付き合うけど、こういうタイプにとは絶対付き合わないのがあれば、教えてきたい、教えて、ないよ。ないの？夜もの拒まず。あ、来るもないのの？拒、来るもので拒まも結ず。構好き嫌い激しいって奥様に言われてますけど、俺。来るもの拒まず。去るもの追わず。でも奥様から結構まっちゃんは好みが分かれると。違うんですよ、それは。俺が好き嫌い激しいんじゃないんですよ。相手か。相手がそういう好き嫌いって判断してるだけの話なんで、別に。ただ、その好き嫌いっていう判断されるのを何とも思ってないから、余計嫌われる確率高くなるんで。それだけの話よ。そうです質ね。問悪いぞ、ちょっと。まあ、質問が悪いと言いますか、まあ、そうなんですけど、相手が嫌いだっていう思いがそうなんですけど、でもそれはあえて演出というふうにしてるわけじゃないんですか？まっちゃんは。では、あえて、フィルターをかけて、もう、線引きをかけてるってことでいいんですよね。後からバレるより早い方がええと。最初から知っといてくれと。先に知っとい、俺のことを知っといてくれ。それで俺と付き合ってくれってことですよね、要それは。もないけど、まあさらけ出す。隠しませんから、みたいな。自分をさらけ出すってことがいい。はい。何も隠しませんと。物事を自分をさらけ出した方がいいってことですよね。後から隠したらめんどくさいことになるやんか。まあそうですね。そんなはずじゃなかったとかな。そんな人と思うんかったそとんかな人ね。だとは思わなかったっていうね。でしょ？その方がいいわけでしょ？もちろん気そがの方楽がやいい。し。それで受け入れるならどうぞ、みたいそうだね。な。嫌ならもうさよなら、みたいな。それだけ。これだけ。なるほどね。面白いな、なんか面面白い。白くないけど、なんか話進まんな。そうですね。いや、なんかでも、まあでも人脈って、やっぱり僕の中で思うのは、やっぱり一番そのお金にも関わるところじゃないですか。要は通貨とかない、かん、まあ、通貨ってのはそもそも概念的にはないっていうふうにおっしゃってますけど、でも今の時代ってやっぱりお金とのやりとりだから、結局、その人脈イコールお金との感覚にも出てくると思うんですけど、まっちゃんは逆に言えば、どういう人とその横のつながりを作ろうとしてたんですか？今まで。要は、今ってもう富裕層になったじゃないですか。でも、富裕層になる前っていろんな人とつながってたと思うんですよ。今以上にね。あのな、富裕層って何ですかって話になるんですよ。そもそも？俺ずっと富裕層やもん。お金なくても。ああ、心の中が。心の中がね、そもそもそこに来ますか。そう。そこに着眼点を持ちますか、今日。わかりました。そう。だからね、まあ言い方悪い言い方でしょうか。俗っぽく。まあ俺もともとそういう貧しいっていう概念がないんですよ。本当に貧しい時でもな。若い時とかあるでしょ？ないんですよ。全くな。俺は全然豊かだと思ってるわけよな。で、貧乏根性っていう言葉わかる？あんでね、貧乏ってあるでしょ？貧しいってやつな。貧しいっていうのは、頑張ったり、まあ、いろんな運とかな。いろんな出会いとか。で、まあ、縁とか運みたいな話で、貧しいっていうのは解消できるんですよ。なんとかなるんですよ。ですかな。ただね、貧しい根性を持ってる人がおるんですよ。眩しいこ、なんか、言い貧ます乏か、根性みたいな。貧しい根性を持ってる人。貧乏根性みたいなやつ。それよくないんじゃないですか。そういう人ってお金持ちでもおるんですよ。愛ちゃんが言っいただるんけですじゃか。ケチみたいな人。なるほどね。な、もっと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 と思ってるなん人か、がな。眩しい貧乏の人、俺は心当たりはあるっちゃあるんですけどね。でね、この手の性格というか根性というか、これ身についてるやつはなかなか落ちないんですよ。落ちないですよね。人の悪口を言うタイプだしね。そう。だから、なんか何て言うかな、もうそれだけが頼りみたいな人。そう、まあ、ある意味、もう変えられることができない老 害もっに。とどうしようもないっていうやつな。これは俺嫌やな。もう付き合うことまず。こういうやつって結構、まあ、いるなっていうのを感じていて、で、だ逆に言えば、そういう人たちって、もうどうしようもなんないから治んないってことでいいんですよ治ね。らんと思うわ。結構おるよ、そういう人。いますよね、やっぱり。これは実際問題、経済的に豊かなんか豊かじゃないか別として、
別としてそういう心を持ってる人って感覚を持ってる人って結構おるよ、うんうん、でこういう人たちどっちかというと循環させない、うん、でまあ循環な自分のためだけ自分の快楽のためだけに金使うみたいな人な、うん、これはな、まあ、政治家に多いな、うん、こういうやつよ、ね、だからねこれ最後うまいこといかんのよ必ずなるほ どっかでね行き詰まるんですよ、はい、うん、でまあ外外圧からによっても行き詰まることもあるけど自分の心がいずれ行き詰まる、はい、それさっき言ったように今みたいな大転換期その通貨そのものが信用を失っていく、はい、っていう時代においては特に頼るもんがなくなるってなるんですよ。そうですね、頼るものがないから結局そっちに頼っちゃいますよね、うん、そうそう、それが信じてたわけでしょ、信じ込んでて、そうですね、これがあったら何でも買えるぜと思っとったわけでしょ、うん、それが溶けてなくなっていくと、うん、もしくは今インフレでどん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 目減りすると、うんうん、ね、そういう話になるんですよ、はい、うん、だからな、結局はその富裕層ってじゃあ何ですかって言ったらさっきの話だと思うと心の豊かさやと思うんですよ俺本当は、うん、だからそこを持ってるから逆に経済的な分も物質的なもんもこうなんていうか豊かになるんです勝手に、うんうん、だからそれをその人脈みたいな話でいくとあえて人脈なんて作ろうと思ってないそもそもが、うん、そんなもん考えてもないですよ、うん、イメージでいくと勝手に寄ってくると、はいはい、うん、なんか知らんけど寄ってくるんです困ったもんですわみたいな、うんうんうん、いう話ですよ。なるほど。だから俗っぽく言うと分かりやすく言うとあんまり付き合いたくないなっていうか長い付き合いできないなというかまあそんなにこう まともにお付き合いする必要がないなと思うのはやっぱりその一発だけの売り上げを頼ってくる営業マンみたいなやつ。ああ要はそのノルマとかあれに追われてこれは結局自分主義の人ですよね、結局。無理やり打ってくる。結局それって相手目線じゃなくて自分目線で物事語ってるってことですよね。銀行員とかな。まあ、証券マンとかな。自分のためだけ。だから本当に、だから自分語りしかできないって言う人ですよね、それ、うん。ああいうスタイルの営業っていうのはこれから難しいと思うと、この先の世の中、はいはい、もうそもそもは。もうバレて、明らかにバレてまうから。うん、もうなんか感覚的にみんな直感がさえ渡ってくるんでね。もうなんか鼻からこいつもう嫌、うん、よねみたいな嫌というよりは別に聞く必要ないよねみたいな、はいはいはい、うん、でまあ自分の都合でばっかり押し売りしてくるとかな、うん、要はあるやろ会社に売ってこいって言われたとかな、うんうん、そういう話になってくるんじゃろうかな、はい、まあ、うん、まああとまあそのまあそもそも人脈なんていうのはそのなんていうかなそういう言葉が俺嫌いなんですよな愛ちゃんが言う人脈っていうのもなんかね、まあ、そうなんですけど自分のために人脈作るみたいな、まあ、そうなんですよだから結局人なんか裏あんねやろみたいな、まあ、どっちかっていうと言い方変えるとまあ要は友達を増やすというかその自分との付き合いとしてどの人間関係交通通じ止めのその横のつながりというか友達増やすとかそういう定義に似てるんだと思うんですけどやっぱりその、ね、誰と一緒にいるのって大事じゃないですか、結局。それは大事ですよ、ものすごい。うん、誰と一緒に。環境は人を変えますからな。そうね。だから環境の人によっての、要は誰と一緒にいるかによっても考え方も変わるし、方法論も変わるし、悩みなところだとは思うんですけど、うん。そういうところでやっぱりまっちゃんのね、その、思考だったりとか、そもそもその、まあ、資産がある人たち、では要は潤沢にお金の焦りがない人たちね、の人たちの。いや、俺、誰びっくり、いつも思うねんけど、逆やと思ってんねんけどな、俺、その話って。どういうことですか、うん、結構まあ、そう言うんよな。あなた、結局、お金あるからそんなこと言われるんでしょとか、豊かやからそんなこと言えるんでしょとか、言うような感覚を持ってると、おんねんけど、俺、逆やと思ってるぞ。心が豊かやからそうなってるんやと思う。ああ、まあ、確かに、切羽詰まってる人って、結局、要は、他人に対しての言い方がきつくなるのは実際ありますよね。違和感を感じ始めるのね。うん、だから昔こんな言葉があってな、うん。ボロを着てても心は錦みたいな。まあ、確かに、結局みんな、その、ね、その、難しいですけど、本当難に。しくないんやんけどな。なんか逆になってんのよな。逆になってるんだ。うん。
それを追いかけ続けて自分を不幸にしてると。まあ、そうなんで勝手に来るようにせえへんのかなと思って。ですね。いや、それまあ、相手次第だよ。なんとも言えないな。だからこれ見て、これ見とけって言ってるわけやんけな、いつも。まあ、そうですけどね。追いかけたら逃げるぞ。確かに、確かに。人も。何もかも。そうね、追いかけないよ。まあ、恋愛と同じですからね、うまくそこはね。ね、うまくいった方がうまくいきますからね。なんていうかな、磁石でキューって集めるみたいな感じ？イメージ的には。キューとね。勝手に寄ってくんのよ。わかります。こっちがその体勢でおると。言ってることわかりますよ。その体勢ないくせに追いかけていく、一生懸命。それはいいまですます逃げていくんやね。そと。れは、ますます逃げていって遠くなって離れてしまうから、そこはね、ありますよね。そらな。いやー、どうしたもんかな、これ、愛ちゃん。まあ、なんだろうな、結局そこって、なんていうかね、みんな結局、損得で考えちゃうんですよね、人間ってね。なんでだから。いや、損得で考えちゃうっていうのは、なんででしょうね。それこそ、まっちゃんがよく言ってることに変換すると、どうでもいいことを考えてしまってる？ってことかな。まっちゃん風で言うのであれば。まあ、わざわざ損しようとはせえへんけど、まあ、なんていうかな、まあ、俺で言った不動産の、要は、原状回復やってくれる業者とか、外壁やってくれる業者とか、いろんな業者さんおるよね。で、ここの診療所の従業員、スタッフさんとかおるわな。まあ、給料の水準は結構高いんだな。もう、こんだけくれって言うから、はい、わかりました、みたいな。で、あと、業者さん。で、これぐらいでやりますって言ってきたら、もうちょっと取ってくださいとか言うから、俺。な。で、それに、なんていうかな、報いてくれるっていうかな、やってくれる人とは付き合い当然長なるから、で、ずっとその人に、その仕事がバン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 回ってくるでしょ。いますね、そうで、まね。た見積もりしてくれるでしょ。もうちょっと高くていいよとかな。やるわけよ。そんな感じなんちゃうか。結局人間関係のところですよね、最終的にはね。だから、まあ、損して得取れっていう話ではないけど。まあ、あとは、そうだね、もう、なんだろうな、素直でいることも大事なんでしょうね。自分自身が素直でいることも大事だろうし。俺、この動画でずっとやってるやんか、もう、長いこと。で、今日の冒頭でも世界がこう動いてるっていうのも毎回言ってるでしょ？そうでしょ？その通貨が壊れていくっていう時代やのに、なんでそこに重きを置いてるのか、ちょっとようわからん時があるんですよ。だから、それはそこに重きを置いてしまう感覚に育ってるからじゃないですか。これ見てるとはないと思うねん、もう。どう考えても。ありえん話なんでな。ありえん話ですよ、どう考えても。でもやっぱり何か求めちゃうんでしょうね。人間って何かを求めちゃうってことなんですかね。言うとこ、それ通貨関係のない話やから、全然。関係ないやろ、みたいまあ、そうね。確かにね。関係はないな。話だね。すべて信用ですからな、世の中っていうのは。そうね。日本の中もそうやけど、世界やったらもっといそうやからそうね、信用社会だからさ、信用での取引で俺なんすかよ世界ね。中で出ていろんな商売しとったからな、釣りの。もろ信用やぞ、世界は。こいつは信用できると。商品にしても、そいつにしても。やっぱ信用できるかできないかの違いだってことですよね。すべて信用ですよ。そういう自分のことばかり言ってる人は信用なんかされへんぞ、絶対に。すぐバレるぞ、それ。すぐバレるんです石ね。田みたいに。なんでそこに重きを置かんのかがようわからんみたいまあでも、それを重きを、な。置かないとやっていけないんじゃないですか。要は自分を保てないとかじゃないんですか。だから、それに重きを持たないと自分でなくなってしまうとかじゃないんですね、思考の中で。ますます自分じゃなくなっていくよな、そうなると。でもそうやって、だから、要は根本の的ところを見えてなくて、だから自分を今日もいろいろ話したのって見つめ直さないで、いる方が多いからじゃないかなと思いますし。まあな、まあ信用なんですよ。そもそもが。それだけに尽きるんですよ。で、信用ってのは1回、2回の信用じゃないんで、長い間の年月の間で、この人はこういう人だと。ね、まあ、それぞれね、いいとこ悪いとこ特性みたいなもんみんな持ってるんでな。
まあ、だからその会社の中とか仕事的な中でも内部的なところでもやっぱ信用っていうのが全てになってくるんですよな。今までやったらその信用が技術的な信用とか営業力の信用とかいわゆる数字で判断された信用やったんですわ。今までの時代は。ああ、いやいやね。うん、こいつようできると、こいつよう売り上げ上げるとな。それがだんだん変わっていってる。うん。その人のその人柄とか。うん、数字としては目に見えてこないけど、なんかこの人がおると違うんです。いわゆる非言語だよね。非言語で変わってくるってことだよね。うん、この人がおる雰囲気がいいんですと。うん、そういうような、価値もあったり、うん、この人の優しさがいいんですと。いや、でも、売り上げ全然上げへんし、営業成績悪いし、最悪やねんけど、なんかええんやと、こいつみたいそういう人になっていたよ、生きたよね、な。いや、そればっかりやとまた困るんですよ。多分。会社としてね。もう10人おって10人それやったらもう破産するからな、会社潰れるから。まあ、それは10人のうち1人ぐらい。うん。で、10、例えば分かりやすいのは、10人いれば大体がね、まあ5人、5人ぐらいがその戦闘力のある人。うん。ちょっとその、なんちゅうかな。バリバリいけるってことですよね。ビジネスができるとかね。そうだよね。うん。しっかり営業成績上げてくるんやと。ね。で、まあ、出来の悪いのが3人ぐらいおると。ほんで、不安としたのが1人おると。みたいな。まあ、そういうバランスですよね。うん、まあ、それぐらいやったら結構会社とうまくいくんです。でも実際問題、もっと大きな規模の会社になっていくと、本当に営業成績上げてくれる人って2割ぐらいのもんなんですよ。まあ、そうですよ。よく言いますよね。2割。うん、2割ぐらいで、あとは真ん中どうでもええのみたいなのがいっぱいおって、で、どうにもならんのが2割おると。で、ほとんど持ってくるのが一番上の層だまあ、から、でもそういう構成になってるんですよ。まあ、人間の社会の構図としてはそうですよね。ただ小さい組織においては、やっぱ半分ぐらいの人たちが戦闘力ないと、うん、やっぱりその組織の力っていうか、そういうのはちょっと弱いよねっていう感じだと思うんですよね。うん、まあ逆にちっちゃい組織、10人ぐらいの組織というか、まとめやすくなってくるんでね、意思疎通というかな、方向性というかな。だから方向性がバッチリ合ってれば、どうにかなっていくんですよ。その方向性がない状態で営業、売り上げ上げとかって言われたって、それはなかなかね、なんていうかな、倫理に反するみたいな。売りつけてくるみたいなな。銀行員みたいな。なってまうわけ。ノルマ、ノルマ、ノルマ、ノルマっまあ、ていうノルのマ、な。ノルマってやってると、やっぱりノルマにしないと、結局、自分っていうか、外しか目を見てないっていうところ多いですよね。基本的になんかあれですよね。なんかそう、自分の内じゃなくて、外ばっかり見てる人が多いですね。本当にまあ、ね。外を見てるというか、外に対応せざるを得んっていう状況になるんですよな。そうですもうそれね。は仕方ないんですよ。それはまあ現場というかな、何の建築現場でも、どんな介護現場でも、医療現場でも、どんな現場でもそうやけど、まあ現場一回出た時点で、やっぱりその対応せなあかんからな、お客さんの対応とか。いろんな対応していかなあかんので、それはそれでいいんやけどな。そういう業務的なもんとか仕事的なもんじゃないところで、やっぱり自分的な内側見つめてると、どんどんそれがもう出てくるんでね、表には。うん。アウトプットするっていうかな。うん。そのオーラが外へ出ていく。で、当然言動もそういうふうになっていくんで、まあその人にの不安というかな。うん。不安が出来上がっていくっていう形なのかな。うん。結局はだから、その愛ちゃんが言ってる人脈っていうのは俺あんま好きな言葉じゃなくて、なんか意図してやろうとしてるみたいに感じる。そうじゃなくて、意図してやろうとしてる。まあ確かに無理やり。不安やと思うんですよ。ファンね。うん。ファンを作るっていうことが多まあ一分、人でも自分の応援者を作るってことですよね。そう、それが大事ちゃうかな。うん。それはもう、何万人に不安になってもらうとか、そんな話じゃなくてな。一人でも二人でもええから、その不安になってもらうと。不安になってもらうためにはどうすんのって言ったら、自分の本音で何もやら、何、何でもかんでもやらんとしゃあないじゃないですか。覆い隠しとった不安なんてなってくれないんでね。うん。そうでしょ？うん。素の姿でおるから不安って。ねえ、なってくれるとかおるわけでね。で、素の姿って面白いんですよ、結構。子供っぽいから。まあ、一般的なマスには変なやつになるやろうけどな。そういう時代やと思うぞ。うん。多分見てる人もそう思ってると思うで。うん。これからのそのあり方というかな。うん。まあ自分の好きなことやっていくのはそれでいいんやけど、まあ、それを世の中にこう伝えていく、発信していく、そのネットワーク広げていく、まあ、経済としても豊かになるっていうやり方って多分それやと思うね。
そうなってくると、そもそもその話の論点戻しますけど、富裕層はそういう人脈のことにしといて、一般的にどう見てるんですかね。どう見てるって、どうどう見いうてふうる、に？例えばどういう習慣づけをしてるんですかね、彼らは。富裕層クラスの人っていうのは、その人脈っていう部分に関して、人脈い人や、脈だから、その人脈っていうという言の葉は、はまあ置いといていや、も、その、昔の、はい。もう終わった時代の話ですよ、それ。ああ、終わった話の時代なのか。ああ。ああ、なるほどね。そう、自民党が彼らは今、横のつながりを何をもって一番、なんだろう、大自事。民党パーティー券みたいなやつとかな。あれも人脈やろ？まあまあ、そうでしょうね。パー券問題みたいなやなるつとかな。ほど。人脈っていう言葉が古いっほんて。で、創価学会とかな。イコール公明党ってことでしょ？まああそうれだ。人脈でしょ？あんなのためにやってんのかって選挙のためでしょ？まあ、人のつながりの一挙ひい団ては結金とのか。ためでしょ？そうですね。それ人脈って昔の話よ。昔か。そもそもそんな変な言葉ないやろ、人に脈ってなんやねんみたいな。まっちゃんにとって今の言葉に変えると何ですか、じゃあ。だから不安ですよ。ファンうん。か。こ人あ脈ってなんか人をなんかこう、もののように扱ってる？ファンはどうやったらできるんですかね。だから今言ったやんか、素の発信ですよ。あ、自分の素の発信ね。うん。じゃあ、素の発信で嫌だって言われたらそこまでってことなのかな。だから来るもの拒まず、去るもの追わずって言ってるやん、なんか何回も。なんやねん、その人脈みたいな話。なるほどね。あ、そっか、ファンになったから残念だなって気持ちが出てしまうのか。なるほどな。だから別に気の合わない人は寄ってこないでねって。ね、なんかこう、志というかな、感覚というか、ね、今日なんかこう、合うんや、波長が合うんやと。言うとは一緒になんかしましょうよ、みたいな。それだけの話よ。うん。ただまあ、その相手を変えるなんていうのはものすごい大変なことなんで、実際問題。それこそストレス溜まるからな。同じこと何回も何回も言っても、5年、6年経っても一緒のやつっていっぱいおるからな。そんなもんに関わってる、関わりが、おてる暇ないからな、会社の中で、これからの時代は。でしょ？ほんなら、その場合、昔やったら、じゃあ、それやったら自分を変えなあかんと。相手が変わらんねやったら自分を変えなあかんと。そうなっとったわけでしょ？で、一生懸命やったけど、それみんな変えていったわけじゃないですか、いろいろ。思いひっくるめてな。せやけど、もうこの先っていうのは、もうちょっと先やけど、この先っていうのは、それも必要ないんですよ。そんな自分を変える必要なくて、素の綺麗な自分、それを世の中にこう出していくっていうか、伝えていく。それだけの話ですよ。うん。なるほどね。だから不安が一極集中しないっていう世界ですよ。うん、もうバラバラになって、あっちバこっラちバラにで。なってるとか。そういう話です。だから、結局は、単純な言葉で言うと、魅力的な人ってことでしょ？エネルギー溢れる人みたいなやつとかな。うん。そういうことやと思うよ。なんかそこには金持ちとかあんまないと思うけどな。一時なんかあったやろ。ZOZO タウンのお金持ちの社長いいよね、みたいな。あれ何年前ぐらい？ 3 年か4年前ぐらい？3、4年前ですね。今そんな思ってる人誰もおらんやろ。そうですね。思ってる人誰もいないですね。おらんようになったやろ。そんなもん価値に思ってないんちゃう？だから。そうですね。それの今、過渡期違うか？かと、まあまあ。なんとなく雰囲気的にはそうなってきてんねんけど、ちょっと言葉ではよくわかりませんみたいな。でも違うよね、なんかって。そう思ってる人が多いと思うんですよ。なんとなく変わってきたなと。なんとなく自分もそんな気がしてきたと。でもそれが本当にそうなのかどうなのか、ちょっとわからんから、まあこれ見てる人は、なるほど、やっぱりそうやったねと思ってるわけでしょ、多分。そういう感じちゃうか。だからそんな大きい、何かを成し遂げるためにとかな、自分が困った時のために人脈作るみたいな。違いますね、確かそに。れか、バチ当たるぞ。神様から見たらお前みたいな。やっぱり自分素直にやって直感でいいなと思う人がつながっていけばいいってことですもんね。そうですよ。だから逆を言うとな、こっちから人脈こっちから友達になってくださいみたいなんじゃないんですよ。自分がやってる行為とか発信してる行為があって、磁石のように寄ってくると。うん。で、その磁石のように寄ってくるものが出来上がれば、今度は自分はまあある程度こう下がると、後ろに。まあ、ほんで、その人たちがこうやってねと。うん、仲良くしてね、みんなで、みたいな。そんな感じじゃんか？なるほどね。もうこれ以上、今日は何も言いようないわ。
利用は、まあ、そうですけど、他にもなんか言っとかないといけないな、なんかな。なんなんだろう。まあでも人もそうだよな。結局、そうね。結局その言葉にも問題があるってことですよね。そうですよね。まあ、あとは。人脈って愛ちゃん言うてた古い人になるんちゃうか？いやらしいから、なんか。やらしいから、もう本当に。じうゃあ、ん。待ちそうや合わせろ、なんかの。どっかのパーティー行ってな、ない。名刺出して、どうもどうも、どうもどうも鈴木でございます。はい。みたいなやつやろ、人脈って。まあまあ、そうですね。そうそでれす。人脈か？みたいな。横のつな、ね、な、なんていう言葉でいいんですかね。まっちゃんだったらなんていう言葉で言います？何が？そのね、人脈って言葉を言い換えるんだったら何の意味ファンやって、だから何回も言ってるやろ、同じこと。だから、ファンっていうのはわかるんです。その、ファンをたくさん、僕のファンをいっぱい作るっていう。だからなんでそのたくさんと思うのよ、みんな。ああ、そっか。少なくていいのか。たった5人とか10人で、たったな5んで人でたいいんくだ。さん欲しいの？ 欲張りやろ、ひょっとしたら。欲張りかもしれないですね。それがダメダメ。欲張りなんですよ。なるほどね。そう。だから、それは、なんていうかな、そういうものに対して軽く見てる。うん。一人でもいいんですよ。それが重いものと、なんか感じるというか、それがいいんですよ。結局、それの連鎖ですから。それが時間かけてやっていくことに、どん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 増えていくだけの話なんでね。うん。でも、そこへ行くまでに、自分の人格形成も、改造も、で、いろんなことの、その、なんていうかな、世の中にやっていくことも、どっかで途中で諦める人も結構おるんですよ。なかなかその発展せえへんというか思ってる成果出ない。で、諦めるんですよ。だからダメになるんで、継続するんですよ、もう。そこそこ成果が出なくてもな。で、どうやったら成果出るんだろうってやって、今度小手先で成果出そうとするんですよ。それダメだよね。小手先の成果は良くないと思いますよ。だから一時期は成果出るんです。一時は。でもまた数のものが、その人であったり、商品であったり、その数の本質がばれてまた落ちていく。ほんで、また小手先やる。これダメなんよ。だから時間かかってもいいんで、本質とかな、数の自分とか、それをずっとやり続けるんですよ。遊びのように楽しく。そしたら知らない間になんかなんかこう、少し良くなったよね、みたいな。それでええと思うぞ、別に。それはそうだな、やっぱりな。うん、そのなんか、そんなんなあ、あるから、なあ、人脈作り、自分のために人脈作りますみたいまあ、あとはそれと、なんかコラボって一緒に仕事をしたりとか、な。うん。そこから経由して自分の大事な視聴者みたいなの見つけるとかってのはありますけど、うん。なるほどね。まあ、それも縁の問題なんでな。まあ、ごああ縁の問題だからってことですよ縁ね。の問題ですわ。ああだから、無理やりこう、何かこう、紡ぐというかな、つなぐというようなやり方っていうのは、ちょっとやっぱり、その原理に反してるんちゃうかな、やっぱな。今の言葉に変えるんだったら、もう一人でも多くのファンを作って、まあ、豊かにな状態に立てるっていうことが、まあ、一人でも多くじゃないで、たった一人でもいいから、そのファンを作るってことが大事だってことです息よとタイミングと、ね。ねえ、一期一会ってあるように、やっぱり縁の問題って時期とタイミングとかいろんなものが重なり合ってなるんで、不思議なもんですからな、不思議な部分が多いから、うん、だから、結局、その何かを、そのさっき言った人脈っていうような愛ちゃんの話はな、つまり何なんかっていうとな、何かの目的があってそれをやろうとしてるんですよ、結まあ、目局。的がね、なるほどね。うん、それはね、多分ここから先行き詰まると。うん、おそらく。もうそういう信用できるものというかな、社会的な構造の信用できるものっていうのが溶けていくから、だから結局、その目的がなしに集まるもの、うん、目的のないやつですよ。うん、目的なくなんか喫茶店で集まって喋ってるみたいなな。だら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 。あれよ、あれ。まあ、このネット関係もそうやと思うわ。そうですそっね。からなんかが生まれるんちゃうかな。うん。多様性ってそういうことやと思うわ。でも多様性を受け入れない人が最近多いなってすごく思いますけどね。やっぱりね、ああだこうだってね。まだまだね。だからな、なんていうかな、あの感じよ。サークル活動の緩い版？ああ。あれがね、ああいうやつが大きな力になっていくと思うわ。この先は。うん。緩い版やろ？
ゆるいそ番の、ね。何々こう、何々、何々、何々大学に勝つぞみたいな勢いで行くやつちゃうぞ。もっとああ、ゆるいやつ。ゆるくやって感じなんだ。なんとか研究所みたいなサークル、うん、あんなん、あんなん。あんなんが、その年齢もバラバラ。うん、で、男女もいろいろ。で、固まって、同じような感覚持ってる人が、こう、何ていうか、何ていうのかな、たむろしながらみたいな。そうですね。何かが出来上がってくるっていう感じだから、うん、好きな人。ああ、そうですよね。それが一番いいですよね。うん、ストレスがかからん状態だと思うんですわ。うん、やっぱ結局、なんか、ストレスが溜まったら、違和感が感じたら、それは取れるためですよね。うん、だから、そういう人たちが何かを、こう、じゃあ、これ、一遍面白いからやりましょうかと、進めようとなった時には、うんうん、役割分担がね、スムーズに決まると思うんですよ。はいはい、あなたはこれやってくれ。俺これ得意よ。私これ得意ですから。私これ大好きなんでやりますとかな。あ、そや、お前金持ってこい、金持ってこいとかな。うん、そんな感じだと思うんですよ。うん、多分そうなるぞ。はい。だから、これは結局は気の合うもん同士ってなるんじゃろうかな、うんうん。目的がないわけやから、うんうん。目的があったらちょっと気の合わんやつでも我慢するわけでしょ。うん、会社の中でも。はいはいはい、まあしゃあないから付き合っとかかってな、はい、目的なかったらそんなやる必要ないでしょ、付き合う必要も、うんうん、だから目的のないとこからスタートせんとあかんないと思うから、はい、だからこれ YouTube のそういう例えばみんなで今度は遊びましょうかみたいなやつやるとするやん、うん、ものすごいええと思うぞ俺何の目的もないみたいな何も目的なくて手が取るとイエーイの方がいいで楽しいでしょうね、面白いと思うぞ、うん、はい、それも初めましてでな、はい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 、今度やろうか一回まあ、やってみたいですよね、でもね。うん、やりましょう、うん。やりましょう。うん。何して遊ぶ？突発的に集まっていつだって。何して遊ぶっていうのはええやろ、まあ、7月の、来月の、来月の7月の、僕が大阪に行くときあるじゃないですか。いや、でもな、はい、愛ちゃん、愛ちゃん今30いくつ ?36 っすね。でしょ俺56でしょ、はい。な実際も違いますからね、これ。56のおっさんがな。はい。みんな何して遊ぶってやってるのって面白くない？お前アホか。確かにね、確かに何して遊ぶんだろうって一回集まるとまずね、大人になってから遊ぶというものの定義で話のするのはね、まず一回集まるんやとな。そうですね、で一回集合するやろ、はい、さあみんな何して遊びましょうみたいな、はいはい、そうええやろ、はい、そんなんでええと思うけどな、はいはい、うん、まあまあそういう感じなんでしょうな、うんうん、まあそういうところにその何ていうか純白の人みたいなのが集まるんだよ。純白純白なんだ。そうなんだ。なるほどね。いや純白でしょうかな。あえやばい、きやばいね、精神も何もかも清らかにですねやっていくのが一番いいってことですね。結局心のあり方にも戻りますね。そうなって、そらそうやろ。そんな、なんか変なこうパーティー行ってな、はい、名刺持って行ってな、はい、何選挙の際にはぜひお願いしますみたいなな、はいはい、何がねんそれと思うか俺まあね、いろんな交流会もありますけどねそれが人脈って言うんやろ、世の中で言う、うん、そんなもん人脈それだから完全にあれやろ、利害損得の世界やろみたいな、うんそれはダメよ、ダメダメ、まあ面白くないと思うわそれ、うん、うん、思うぞ、俺は確かにね、うんうん、まあ本当まあそろそろ遊ぶ会しようか、ほんなら。遊ぶ会いいですね。まず遊ぶ会、遊びみたいな感じで、ね、入れるのは楽しいんじゃないですかね。うん。温まってきたし、心だしみたいな。山登りとかな。海じゃなくて山なんですか。いや、俺山登り大嫌いけど。あえて山なんですか。なんでもええんちゃうかな。はい。うん。まあ、だから、どう言ったらいいかな。はい、その何かが不安やから、その何かが不安やから誰かと友達作っとかなあかんとかな、はいはいはい、うん、何かのためにその目的のためにその何て言うかな、そういう狙ってこうとか、ね、経済的な、うん、商売的なものの付き合いしとかなあかんとかっていうのは、うんうん、ちょっとおかしな話と思うわ多分、本末が転倒してる、逆になってると思うんですよ話が、うん、ちょっとずれてる、ずれ込んじゃってるってことなんですよね、そうね、うん、そうですわ、だから結局昔からのそういうことを洗脳がその残っちゃってる部分もあるのかな、やっぱりそう、うん、だから結局は魅力的な魂というか魅力的な人っていうことになるのかな、でもその魅力的な人ってそのみんながみんなそう思ってくれへんので、はいはい、魅力的であればあるほど逆に思う人多いからな、うん
こいつそうは、なんですよね。うん。魅力的であればあるほど8割9割はこの野郎と思ってるから。そうですね。だから要は、いい部分も悪い部分も両方出るから、そこの悪い部分を少なくしようとしても、それはそれは人間だから無理だから、まあ、そことうまく付き合ってくれる人と一緒にいた方がいいようですよね。そうそう、表裏一体やからな。もちろん結局自分自身も変える必要はありますけど、でもそれ以上にね、あれですよ。もうちょっとこう自分自身を変えるっていうのも、もう今までやっとってんけど、ちょっと俺見てたらそうでもないような気するんよ。なもうるそほど。のまんまでいくんやと。ああ、そうなんで、それですがこう合体していくみたいな。ね。うん。ああ、どんどんいろんなものに融合していって、どんどん大きくなっていくってことですね。だと思うんよ、多分。なるほどね。そうそう。だから、そうやな。どういったらいいかな。あんまりこう、一つにこう、偏らない、執着しないみたいな感じ。もうちょっとふわふわっとした感じ。まあ、偏っちゃダメですよね、基本的にね。みんな偏っちゃう人生起こっちゃうから。もうどっち行っても変幻自在みたいなな。そうね、どっちに方向行っても大丈夫だよねっていうような状そう。態が一番もっいいとでふすわふわふわふわした感じでええと思うんだけど。ね。流れのままに行くからみたいな。なるほどね。いや、多くの本を見つけて、うまくやっていけばいいってことですね。だからこうじゃないとあかんとか、こうあらればいけないみたいなものを持ってしまうと、どうしてもそれがちょっとこう軌道修正せなあかん違うのみたいな時にも気づきにくくなるからな。まあ、言葉の固定概念っていうんですかね、そこでしか多分ね。必ずね、一つ何でもそうなんやけど、考え方でも何でも構造もそうやけどな、一つこれでいこうって言ったって、ずっと続かんのですよ、そんなもん、絶対に。どっかで修正していかなあかんし、ある意味どっかで大きくこう変えなあかんときは来るんですよ。ああ、いいですね。めっちゃそいいじのゃ時に間違う判断を。ないですか。そうですね。なるほどね。まっちゃんが、もうそろそろ時間になりますけど、まとめるとどんな感じになる感じですか、今日の。じゃあ、不安、まあ、まあまあ、ファンを作るっていう一の番いいのはもうあれですよ。何考えてんのかわからない人が一番いいよ。は。結論的にそこがね。なるほど全ね。くこいつはつかみどころがないと。ちなみにところじゃないけど、でも面白いよと。それでええんちゃうかな。それぐらいのレベル感が一番いいってことですね。あんまりつかみどころ、つかまれたら嫌やからな。まあ、そう、確かにね。しか、こいつ実はよ際、うわからんと。違う人間だったりするかもしれないですからね。その変幻自在やと。変幻自然。なるほどね。今まで怒っとったらまた笑ってると。まあ、そこはね、面白いなと思いますね。みたいな感じでええんちゃうかな。わかりまとした。思うけどな。いかがでしょうか、今日は。今日はこんな感じで大丈夫です。今日は、まあ、当たり前だけど人脈形成ってところで話してましたけど、最終的にファンを作れ、以上だっていう。と思います。それをだ徹から底人的に脈、やっていきたいと思います。自分からその世の中に対しても、だね、世の中に対しても、人に対してもなびく必要もないんで、なびいてよろしくお願いしますという必要もないんでな。ないから、その精神を持ってきちんと持ってやれっていうことで、整理寄ってきたものは拒まず、全で、部やっ受け入ていれく。ると。そうですで、ね。消えていくのはものも追わないと。だから自然体なんでしょう、結局、そうです話は。ね。自然に反するからおかしなことになるんちゃう、全部が。と思ってるけどな。わかりました。いかがなもんでしょうかと。OK です。今日はいろいろとありなんがか今日盛り上がらなかったな、あんまり。今日はそうですね。ちょっと人脈形成っていうテーマがあんまりよろしくなかったかもしれないですね。今日はね。そう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 。もうちょっと、次は、キャリア戦略っていうと、まっちゃん、堅苦しいからダメでしょうね。何？キャリア戦略？キャリア。何？どういう意味？キャリアで、例えば、昇進とかリーダーシップとか、適切な業界選択とかっていう項目があるんですけど。結構なんかあれやな、あいちゃん、ビジネスなんとかかんとかみたいな。そうです、そうです。いや、結局だったら、ね、富裕層っていう縛りをつけるんだったら、いろんな層の人にも見てもらえるような感じにしていきたいなーって、富裕層的な考えの、どういうキャリアのない考え方をしていた方が良かったりとか、ね、富裕層的な考え方って今日言ったやんだから。ファンを作る。心のあり方だけの話ですよ。ああ、すべては、まあ、確かに心のあり方次第ですもんね。だから、何か知らんけど、例えば、なんていうの、その昇進とかリーダーっていうやつも、何のためにそれなんのっていうとこがわからんわけでしょ、結構。そうですね。どうやろ、あいちゃん。まあ、確かに。偉なって命令したいから、もしくは、
金稼ぎたいからとか、うん、なんかそこが焦点になってんねやろ、多分。うん。だからつまらんようになっていくのかな、話が。なるほどね。どうもそんな感じなんですよ。昔の話みたいな。まあまあ、確かに新しく時代が変わってきてますからね。そうね。まあそこだから、そのいわゆる会社の中でいう管理職みたいなやつってあるでしょ、うん、管理する人とるでしょ、うん、管理ってあれ調整係みたいな人でしょ結局は、うん。上と下をつなぐ調整係みたいな。円滑に進めるための。あれ管理職でしょ、おらんようになるぞ、あれ全部。まあ、そうですね。今そうなってないか、給料下げられてるやろ、真ん中、あの辺の人ら。そうですね。新入社員給料上げてるやろ、今。うん、若者の大企業は、ねうん、あれそういうことやぞ、お前らもいらんって言われてんねんな、あれ。あ、確かにね、大事、いらん、戦闘力のある下を求めてるわけでしょ、給料上げてるってこと。そうですね、初任給すごい上げてるやろ今大企業。でもその全部上げ昇進してるわけちゃうぞ、あれ、うん、管理職って言われてる課長とかね、減らされてると多分部長って、いらんということよ、あれ時代がそういうことですよ。日本はそんな調整する人なんていないやん、実際。そんなのんびりやってる、ね、あれじゃないんやから、時代が。キャリアって何なんてなれへん。まあ確かになるわ。確かに、学校の偏差値と一緒の話になるでしょ、これ。確かになりますね。大学行く理由がなくなるみたいな。まあ正直なくなると思いますし、根本的には変わんないなと思います。そうでしょ、俺もキャリアも同じ話でしょ。なのにまだそれを言ってる人がおると。ほんだら、それ冷静に考えて、そういうものが、まあ、一気にじゃなくて、どんどんその世の中の新しい流れとともに、薄まっていくんですよね、価値が。確かにね。そうでしょ、残されたもんで何あると。もうその人の、なんていうの、輝く個性みたいな。しかないやん。なるほど。だから個人の時代なんですよ。そういうことでしょ。なる、確かに。そうですね。それキャリアっていう話も変やと思うね。変だな。ちょっともうちょっと考えてみますわ、テーマ。そう、だからね、なんか根本、まず根本のところを考えへんです、やるんですよ、みんな。うん、目的が なるあるんかないんか分からん状態でやってる感じ。で、もし目的があったとしようか、その目的がずれてることもあるんですよ。で、これから先を見通せてなかったら、その目的がなくなるか、はしご外される可能性あるんだよ。なるほど。時間もったいないやんか。まあ、だからこれ毎回見とったら、まあ大体見えてくるから、先がどういうふうになるか。ほんと何を磨いとかなあかんかっていうのがもうそれ見える。もう見えてるでしょ、多分これ見てると。あ、磨くことは魂よねとか、心よねとか。自分らしさよねとか。そういうことですよ。なるほど。でもそれって分かりにくいからやと思うんですよ。今までやってないし、時間かかりそうやしな、っていうだけの話じゃん。だから時間かかるけどやらなしゃあないってことやと思うんですよな。そういうことやろ。今日まとめたけどな、お前ことまと。そうですね。すごい、なんかやっぱりなんか古臭い内容だなってすごく思いました。愛ちゃん、俺より20歳若いくせに。いやー、やっぱり今回出したテーマも AI 使ってやったんですけど、ちょっと古臭い内容なんだろうなって、新しい、なんだろう、内容じゃないなーってのは。それはな、俺が言ってるような話が AI がやりだすと、それはもう人間いないようになるから困るよ。それはない。だって、今ある既存のネタを拾ってきてるわけでしょ、AI っていうのは。どうでしょ、俺が言ったような話は既存のネタでないわけでしょ、表にあんまり。出てきようがないわな。はい。それがでも人間のやる仕事やで。はい。何べんもいつも言ってる。で、最後になったけど、はい。富裕層になる方法はこんな感じよ。結局新しい、要は常に新しい、あいちゃん、はい、皆さんな、はい、富裕層が言うねんから間違いないのよ、ね、富裕層になるってこんな感じよ。やっぱり感覚っていうか、やっぱりそのなんだろう、もうすごい思ったんですけど、その論理に縛られてないというか、結局ありのままの自分を、好んでることなの、素直で、忖度しなくて、なんか、
そんな感じだなってすごく思いました。そう、だから特にその、まあ当然、自分より年上とかな、自分よりちょっと何て言うの、まあ俺の場合はないけど、役職上とか会社員ちゃうかな。で、自分より下もとか、そう関係ないんですよ、全く。変なやつおるやろ、上にはペコペコして、下にはわあいうやつとか。あれが最悪なんですよ、そうね、もなんかそんな感じになんか感じました、なんか。う。だから、俺の場合は下にも上にも全部一緒。結逆に果、上には偉そう。下にはペコペコ。話してて気持ちいいんですよね。だから、話してて、なんか違和感あるなっていうのは、すごくそこなんだろうなっていうのは、う感じん、だなと思いましたね。まあだから今日もね、皆さんが好きな富裕層シリーズでね、愛ちゃんあげてくれるから、まあ見てくれてる人はまた同じ人が見てくいや、れ俺るもかな本当に、と。だから富裕層の考え方好きなんですよ。本当に、すごい気持ちいいというか、なんかね。だから、まあな、心の豊かさで言うもそうやけど、まあ経済的にもな、そうなりたいという人が多いやるから、だからじゃあどうすんのって言ったら、俺、毎週やってるでしょ、これ1週間に1回。毎週見てもらってな。なんか真似したらいいんですよ、真似。一回俺真似してみたらなるよ。こんな感じになったら。ブワーって寄ってくるからいっぱい。うん。いろんなものがね、わーって降ってくるんですよ。なるほどね。そういう話なんですよ。だから難しいんですけどな。理屈で言うのはな。理屈で言うとビジネスセミナーみたいな話になってくるから。感覚やから。うん。なるよ、勝手に必ず。変幻自在、自由自在と。何者にもとらわれないと。で、あとリミッターもないと。ね。で、通貨の話を書くよ、じゃあ最後。お金に困ってるとかあるやろ？銀行行ったらあると思ってるから、俺。ATM って知ってる？銀行行ったら。ATM。あれ、俺のもんやと思ってるから、俺。なるほどね。そういう感覚になるんですよ。はい。今度はそうなります。なるほど。必ず。なるだから、結局はね、もう、その、なんかこびりついてるんですよ、みんな。うん。こびりつき。ほど。うん。借金の話もそうでしょ？悪いまで思い込んでるわけでしょ？ですよ。別に破綻したって逮捕されへんしな、死刑にもなれへんし。なのに大変だと思うと。そんなおかしな話ある？ない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 。でしょ？ほんだらやっぱ銀行から持ってきたらいいわけでしょ。まあ、早いですね。早先いでしょ、です。話が。でも、バイトやってた人に貸してくれへんわけですよ。ほんだら借りれる人間にならなあかんって思いつくわけでしょ。ほんだら借りられる人間になるにはどうするのかって言ったら、やっぱり一生懸命事業やって商売せなしゃあないんですよ、5年ぐらいは。でしょ？で、それさえうまくいくまで頑張るんやと。これ目標でしょ？それが出来上がったら貸してくれるから。ほんならなんぼでも良くなっていくよ、そら。こういう発想を持つってことですよ。うん。よくいるじゃないですか、お金貯まるまで待つみたいな。な、経済の話すると。そんな、いつまでたってもそんな、追いつかんから。借りれる人間、信用のある人間になるっていうのが大前提ですよ。だから全て信用なんですよ、結局は。以上ですよ、話は。わかりました。むちゃくちゃ簡単な話やねんけど。まあ、簡単なんだけど、難しく考えちゃうんでしょうね、みんなね。そう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 。まあ、そういうだけの話ですよな。うん。わかりました。はい。ありがとうごじゃあざいま今日はこの辺で。した。また、来週もやります。はい。はい、よろしくお願いします。はい、どうもです。